はい、あやめです。よろしくお願いいたします。それでは今回は佐々木七段対藤井王位の王位戦第4局の封じ手予想をやらせていただきたいと思います。今31手目、8六金と佐々木七段が上がったところで封じ手となりました。まあここの封じ手が非常に難しいところですが、まあ普通に5五飛車もしくは1五飛車と飛車を逃がしていくのか、あるいは7九飛車成といきなり飛車を切ってしまうのか、まあ、この3択になっているようです。1号飛車はちょっと狙いのない手なので、まあ5号飛車か7九飛車成か実質2択ぐらいというふうになっております。個人的な予想としては、最近の藤井王位の棋風からあまり中盤で激しい手を指さない印象があるので、まあ、5号飛車を第一候補として予想しておきたいと思います。で、一番まあここから良くも悪くも面白い変化はやっぱり7九飛車成だと思いますので、でまずは7九飛車成の変化を解説させていただきまして、まあ、その次に5号飛車で、一応最後に1号飛車も少し触れておきたいと思います。ちなみに形勢は7九飛車成だとほんの少し先手良し、5号飛車だとほぼ互角という評価値が出ておりました。1号飛車は先手良しですね。ということで、早速7九飛車成の変化から見ていきたいと思います。これに対しては同玉の一手で8八歩と打っていきます。これが厳しいです。で、8八歩に対して同玉は6八角がありますし、また7七桂と跳ねた場合は8九歩成と一回危険地帯におびき寄せまして、まあ、仮に同玉なら7五銀と畳みかけていく非常に嫌な手があります。で、同金は同歩で手順に桂頭に歩が伸びてきて、次の7六歩がすこぶる厳しいですし、また8七金とかわすと8六歩と打ちまして、9七金に7六銀がなかなかいやらしい手となります。次の7七銀なりの桂取りと8七歩なりが同時に受けることが非常に難しく、これは完全に後手ペースの戦いとなっていくと、そういう形ですね。ということで、ちょっとこの変化は先手が自信ない、非常に薄く受け切るのが困難な状況となりそうということで、おそらく8八歩には同玉と取る一手になりそうです。で、そこで6八角ですね。もし飛車を切ったらここまでは一本道に進むと思いますが、ここで先手の受けが非常に幅広く分岐点となります。ちなみに6八角に対して私が使わせてもらっている水晶の最新版は、なんと9七角という手を示しました。なんじゃこりゃって言いたくなるようなすごい手ですね。まあ、いくら金取り受けるためだからって、こんな僻地に角打ったら普通はダメそうなんですが、これが遠く4二の王様を睨む絶妙手で、若干先手良しという見解を示していました。ただ本当にこれ、次の一手問題とかで出されても絶対にこの角打てないなっていうすごい手ですね。もしこの角打って第一七段が勝ったら伝説になりそうな、それぐらいの絶妙手でございます。で、9七角に対して仮に8五歩と打ちますと、8七金と引きまして、8六銀に5八金と上がる手があります。5八金と上がると2九の飛車が一気にこう守備に参加してきて、金にも勝が入って、結構後手から攻めが切れやすい局面になってしまうという形ですね。まあ、例えば8七銀なり同玉、まあ、8六角なりは、まあ、取って王様かわされといて、まあ、角と金だけでは攻め切るのが非常に難しく、後手玉は次8三歩同銀8一飛車とか、どっかで4五桂と跳ねたりとかして、思いのほか薄い形なので、これは飛車角銀と、攻めの駒がたくさん揃っております。まあ、先手ペースと、そういう戦いになっていきます。なので単純な生産ができないので、じゃあ9七銀なり同金8六角なりみたいに少し持たれていくのはどうかと、こういう手もあるんですが、これは同金同歩にやはり7八玉ですね。以下8七角には6八玉とかわしまして、ちょっと先手ペースの進行となっていきます。例えば7六角成で8七歩成を見せた場合は、先ほど申し上げました8三歩が通打となります。ほっとくと8二歩成ですし、かといって歩切れですし、さらに8六に歩がいるので、8一歩といった類の手が効かないということですね。
で同銀には8一飛車と打っていきまして、7二銀9一飛車成8七歩成には5九玉と、これが一例でございます。で以下例えば7七とには7九香車と、まあ、と金と馬の田楽出しのような手を見せまして、6七となら馬が取れるということで、これは完全に先手が優勢な進行となっていきます。まあ、ということでちょっとこの辺か後手がまずそうということですね。なので、まあ、結果的にこの8六銀で大迫力なんですが、5八金と上がられた局面は2九飛車の守備力があまりにも強く、また4二の王様が思いのほか脆い形ということで、これは先手が優勢な進行となっております。ということで、6八角9七角に8五歩はちょっと成立しそうにないということが分かりました。では6五桂はどうかということを見ていきたいと思います。次に7七銀を狙っていて、また受けられても5七角成とか5七桂成を狙った非常に厳しい手なんですが、6五桂に対しては強く5八金と催促する手がやはりこの2九の飛車の利きを生かす非常に後手からするといやらしい手となります。一例として7七銀と打つんですが、同桂同角成8九玉とギリギリで耐えまして、例えば8七歩なら7九銀と鉄壁のガードを敷いていきます。そして7六桂とあくまでも8八の地点を狙っていく筋はあるんですが、同金同馬に7八歩と冷静に受けまして、で8六金と攻めをつなごうとすると5六飛車というのが絶妙の受けで、馬を逃げると8六の金取られてしまいますし、まあ、かといって9七金だと7六飛車とこっちを取られて、まあ、8八歩成から清算すると完全に切れ模様になってしまうということですね。これは先手が良しの展開となります。ということで9七角に6五桂も8五歩もあまり芳しくなかったので、じゃあおとなしく5七角成となるとどうかということなんですが、これも5四歩と打つのが9七角の利きを最大限生かす攻守で、仮に同歩だと7八玉と寄りまして、ぱっと見5六銀で次の6七銀成や6七馬が受からず先手がやれそうなんですが、ごめんなさい、後手がやれそうなんですが、7六金が9七の角のラインを生かして王手になります。で4一玉に6六金と、気がつけば5四歩同歩の効果で金を7六から6六に移動する手が間に合いまして、これは先手が優勢です。8八歩には7七桂とかわしまして、8九歩なりには5八歩とギリギリで耐えまして、7九馬から清算すれば手がかりがなくなりますし、6六馬同歩8六歩と垂らす手に対しては無視して5三角が次の8六角引くなるが詰めろになるという、詰めろではないですね、4二飛車からの攻めを見せて非常に厳しいという恐ろしい一着となります。で例えば8八ととして同角でも同玉でも王手角取りを狙うという手があるんですが、同玉と取りまして、まあ、8七金7九玉とかわして、例えばここで6七銀成と7八金の詰めろをかけると6九玉とかわして、で7七金には5九玉、5六桂には4八金と、まあ、スルスル王様を右の方に逃がしていって助かってしまうと、こういう手順があります。でいつでも先手からは8六角成とすれば次の4二飛車の攻めがすこぶる厳しくなりますので、これはパッと見後手がいけてそうな感じはするんですが、実は先手が優勢となっています。まあ8七歩成にはいつでも4二飛車の筋があるということですね。同金には同角成まで、5一玉には3二飛車成で必至となります。ということで、4八金の局面、攻めるだけ攻めさせたんですが、右辺が広く先手が有利な局面ということが分かりました。まあ、ということで本当に紙一重でギリギリの変化ばかりなんですが、この9七角というのが絶妙手で、わずかに後手の猛攻が成立しない可能性があるということを、ソフトが示唆しておりました。まあ、ただこの9七角ですね、これ以外だとむしろ後手が指せる展開になるので、角が打てるかどうかっていうのもかなり大きなポイントになってくるのかなと思いました。また6八角に7七歩と普通に受けた場合は5七角成で、これはむしろ後手が指せそうな展開となります。
まあ、5九金なら8五歩、8七金、6七馬と、ね、ぼちぼちと食らいついていきまして、まあ、6八歩には5六馬で、8六銀が結構厳しいですね。まあ、5八金には7八銀という寄りで、まあ、どんどん攻めが続いていきまして、これは後手が有望そうな変化というふうになっております。まあ、実践的にここから先手が受け切るっていうのは至難の技なのかなという、そんな気もしますね。ということで、またこの6八角に7七角と合わせるのも同角成と取ってはくれず、5七角成とされまして、まあ、角がちょっとあんまり働かない上に、いつでも6五桂から狙われてしまいますので、これは後手が優勢です。まあ、ということで、6八角には9七角だけ唯一先手が戦えそうな変化がありますが、まあ、それ以外は全て互角か後手よしという変化になっていくという形になります。果たして藤井王位は飛車切りを選択するのか、あるいは他の手になるのか注目ですね。まあ、まとめますと、飛車切り同玉8八歩には同玉と取りまして、6八角に9七角でほんの少しだけ先手が有利な変化があると、そういうお話でございました。で、7九飛車成以外だと5五飛車が非常に有力です。5五飛車に対してぱっと見8二角と打って香取りが受からず先手よしに見えるんですが、これには6四角が絶好の返し技で、まあ、金取りなので7六金とか行くしかないんですが、そこで6五桂が絶品で次の5七飛車成を見せて、これは後手が優勢です。8二の角取りと5七飛車成を見せております。まあ、6四角成だと1回5七飛車成を入れることができるということですね。で、王様をかわして6四歩と取っておけば自然に6五の桂馬にも紐がついております。ということで、ちょっとこれは後手が優勢になってまずいということで、8二角が打てないことが分かりました。なので先手も1回4八金とかで待機します。で、ここで、まあ、5四飛車と穏やかに引く手も非常に有力で、まあ、一局の将棋というところですが、やっぱりこう8二角がちょっと気になってくるところではあるというところですね。なのでここから後手の有力な手段としては3五歩といきなり桂頭に吸収しまして、同歩は3六歩と打つくさびがなかなか厳しいという形になります。まあ、3六歩って桂跳ねには2四歩とついていって、で、将来的に4五桂で3七地点狙いつつ、真の狙いは4五桂からの6五桂で、中央から集中砲火と、こういう面白い狙い筋がございます。これを食らうとちょっと先手がまずそうなので、2七銀と受けてどうなるかなというところで、これはいい勝負ですね。一例として3六歩同銀3五歩に銀を下に引く手もありますし、また4五銀と飛車を狙っていく手もあります。まあ、先手はとにかく一手稼げば8二角の楽しみがありますので、まあ、少し屈服しても少し妥協しても8二角を間に合わせていきたいと、そういう形になります。一例として3三桂に5六銀5四飛車で次の3六歩を見せて、3六歩を一体どうやって受けるかという戦いになっていくんですが、一例として次3六歩と突かれると気持ちが悪いので4五桂と棋戦を制して桂交換に行けまして、で、後手も同桂同銀は飛車に当たるので3六歩と一回ついて3三桂成同銀に4五銀と飛車と歩の両取りをかけていくという進行があります。例えば2四飛車とぶつけて飛車交換は先手がまずいので2五歩と阻止して6四飛車に4六角と攻防に打っていくっていうのが一例で、これはもう難解としか言いようのない形勢となっていきます。ということで、果たして藤井王位は飛車切りを選択するのか、あるいは5五飛車を選択するのか注目して見ております。まあ、指し手の善悪はともかく、最近の棋風から5五飛車を予想していますが、まあ、7九飛車成といきなり切っていったらそれはそれですごく面白いので見てみたいなと思います。皆さんの予想もぜひコメントしていただけると幸いでございます。また最後に、1号車ですね。まあ、1号に逃げてしまうとさっきの5号車に比べて、8二角と打たれた時に、切り返すような筋もありませんし、また7五歩が厳しいですね。で、仮に同歩なら1六歩5号車に8二角とやはり角化を打っていきまして、これが次の
9一角成を見せて、さっきは6四角からさっきは6四角からうまく切り返すことができたんですが、今回は6四角に対して4八金とじっと受けられておくとあまり効果がなさそうというところですね。例えば6五桂と跳ねていっても6四角成と取られてしまいまして、同歩に6六歩と強く桂取りに催促されるとちょっと後手の身動きが取りづらいと。3五歩が切り札なんですが、飛車が5五にいるので4六角と打たれると当たってしまうんですね。飛車かわすと3五角と味よく取られそうですし、4四角なら2七銀と一回我慢されといて、とにかく6五歩の桂取りだけを楽しみに辛抱されておくと、後手が攻めをつなぐのは容易でなく、これは先手よしの変化になりそうと、そういった形になっております。1号車はちょっといかにもこう狙いのないぬるそうな手なので、普通は選ばないと思います。封じ手は実質5号車と79車なりの2択で考えておいていいと思います。果たして一体どんな手が飛び出すのか楽しみな2日目となりました。手数がまだ31手と記録的なスローペースですので、2日目動き出したらもう止まらなくなるかもしれませんね。ということで、ここまでご視聴いただきまして本当にありがとうございました。この動画がいいなと思ってくれた方は、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。